にちは、長野セラミックスさんの商品紹介コーナーということで、はい、太田さん、はい、ちょっと教えてください、はい、まずこういうのとか、こういうのとか私愛用してますけど、ね、あれです何が体にどういうふうに影響するのかなというところですね、はい、教えていただけたらと思います、はい、まず、まあ、うちの会社名の方に、まあ、セラミックスなんですけど、うんうんうん、まあ、今こういったボール状のセラミックスを弊社で製造しております、はいはい、で、まあ、こういったシャワーヘッドとか飲み水とかに特化したものでいうと、まあ、こういった残留塩素を除去するセラミックスボールっていうものをうちで製造しております、まあ、例えばお風呂とかあのシャワーなんかもそうですけど、はいはい、やはり塩素があるとどうしても髪を傷めたりですね、あ、そうなんですか、はい、あとは、まあ、アトピーとか、まあ、肌弱い方にちょっとピリピリ感っていうのがあるので、はいはいはい、そういったものをあのなくしたいっていう声がやはりありますので、まあ、そういった、まあ、セラミックを作って、まあ、シャインと逃げることによって、まあ、肌に優しい、髪に優しい、まあ、お湯を作れるっていうところで、はい、なるほど、え、すごいいっぱいある残留塩素、海面活性を取るってこと、はい、この場合は汚れを取れやすくするですから、はい、あ、これをじゃあ調合してこの中に入れてるから、ね、あの柔らかいお湯になる、そうですね、その組み合わせることによっていろんな油質を作れるっていうのがセラミックスの特徴ですね、すごい、水素還元は、はい、あ、水素水、そうですね、水素繊維を作るためのセラミックス、すごいですね、すごい、はい、ビタミン C とかもあるんですか、そうですね、あのセラミックスの場合だと焼き上げてしまうので本来であれば有機分ってなくなっちゃうんですけども、はいはい、どうしてもそういったあの有機分もあの徐々に水に溶け出させたいとかっていう要望があったので、まあ、これはセラミックではないんですけど実際ビタミン C もセラミックのようにこう溶け出させるというものも作っています、実際この私が使っているシャワーヘッドの中には、はい、何が入っているんですか、はい、4種類ですね、うん、ラドンセラミックスというものとプラチナセラミックス、うん、でラドンはなんとなく分かる、ラドンプラチナっていうのはあのよく美容成分とかであのプラチナナノコロイドってある、あー聞く聞く、それをあのこのセラミックスに入れ込んでいるんですね、でよりその美容目的での、ね、はい、お水を作れるというところで、ラドンっていうとあの温泉のあれですね、そうですね、ラドンガスですとか温泉効果、温泉効果、美肌効果で先ほどご説明した塩素を取ることで、うんうん、まあ、肌に優しいっていうことですね、であと遠赤外線のセラミックスというのは温めやすくするため、よりあの体の芯まで温めるっていうような、あの意味合いで組み合わせをしております、なるほど、これね、シャワーから出るお湯がね、すごく柔らかい感じがして、はい、その前のシャワーヘッドと全然違う、あ、ありがとうございます、水を使ってるみたいなんですよね、はい、でこれが、ペットボトルからボトとか落として、はい、あのお水をきれいにしてくれるやつですね、そうですね、はい、これには何が入ってるんですか、この中には、シリカ溶質ボール、ごめんなさい、今流行りの、はい、今流行りのというか今美容向けですとか、ね、はい、かなり注目ですよね、シリカはね、で通常ですとあの食品からシリカを取るしかないのが通常なんですけども、うんうん、弊社の場合はやはりセラミックメーカーなのでセラミックから溶け出させるということで、まあ、弊社独自でこれを作りまして、はい、結構ねシリカ水っていいお値段なんですよ、高いですね、高いですよね、はい、お水1本、そうですね、これの方が全然、これ1本で、まあそのまあ、3ヶ月、まあ、基本として繰り返し使えますの で、 で自分の飲みたいタイミングで、うん、お水、水道水入れていただいて、うん、作りたい、飲みたい量を作れますので手軽になっています、シリカと、あとなんかいろんな色が入ってます、はい、あとはこういった、ミネラル成分を出すための海面活性ボール、あー、原料としてはトルマリンを原料としているので、いろんなミネラルがトルマリンに含まれていますね、なるほど、なのでよりあの天然水に近づけるための水質を作るボールになります、じゃあちょっと体調悪い方には
そうですね、おすすめですかね、はい、そうですね、やはりミネラル不足が、そうよね、すべての体の不調に原因だからね、ミネラル不足がね、はい、じゃあこれでミネラルを取りながらお水をきれいにする、はい、黒い粒も入ってる、もう遠赤外線のボールですね、遠赤外線、はい、遠赤外線、何、水に、そうですね、水に、まあ、遠赤外線を当てるとより体に浸透しやすい水、水のクラスターを小さくするとか、まあ、っていうのも言われてます。なのでそういったものも活用してより飲みやすくする。そう、はい、水のクラスターが小さいのはなんか細胞に染み込みやすくなるからね、ね、って言いますよね。はい、またもお水の勉強会に行ってます。あ、そうですか。そう、水のクラスターが小さくないと、はい、やっぱりこう染み込みにくくなりますね。じゃあこれ完璧だ、これ1本で。そう、緑色が入ってる。そう、マイナス4ボール。ですね、でうちのマイナス4ボールは長野県の信州大学の生理学部と共同研究いたしまして、はい、で、まあ、水中の、活性酸素を抑制するっていうデータを取れまして、うん、活性酸素って体を錆びさせる、そうですね、はい、こうマイナス4ボールを使うと老化防止に効果があるよ、抑制されたよっていうデータがありまして、そういったものも組み合わせて1本で水を美味しくするために配合しています。これもね、ちょっと値段間違えたかもだって3ヶ月分のただのシリカ水買っただけだってまあまあいい値段になるから、ね、これほらペットボトルで入れ替えればいいし、ね、家族中がね使えるし、シリカだけじゃない成分も取れると思うので超おすすめ、はい、で今の種類ありましたよね。ありますね、はい、なんかあとは水素水を作るためのスティック、はいはい、あとも塩素、単純に水道水の塩素を取るために特化した、まあ、塩素除去スティック、まあ、この3つも、あ、でもこれが一番じゃ得なのかな、いろんな、そうですね、成分が一番、まあ、流行りのところ で、ね、そうですよね、一番注目してもらえたのはシリカですよね、やっぱ健康で美しくっていうのがやっぱりね、はい、女性の方が視聴者さんを見るのよろしいかと思います、はい、この下も何かあれですか、そうですね、マグネシウムだった、マグネシウムは糖尿病の原因ですね、ガムネシウムとかね、この辺もあとは水質を変える、ちょっとずつその pH を高くしたり低くしたりとか、まあ、そういったものでよく使われていますね。竹の炭を入れ、竹炭棒、まさにまさにまあこの辺は多孔質に作ってまして、汚れを吸着しやすいとか匂いを取るとか、そうですよね、そうですよね、まあ、そういった目的で作っています。竹炭の粉は飲んでも体の中のね、はい、悪いのを吸着して吸着してね、出してくれるというものですけど、はい、すごい、これ長野さんすごいですよ今までの何だったのかなって思うくらい全部ここに揃ってねえ、すごいですね、はい、じゃあちょっと次々いかせていただきます。マイナスイオンネックレス、あ、森林浴みたいなのがこれでできるんですか、そう、これがね、私すごい気になった、すっごいあったかい、何があったかいんだろうかな、これ欲しい、買って、これ買ってほしい、カメラマンさん、私にこれを誕生日に買ってください、買ってください